ブエナスタルです。アビゴース。どうも BJLL のパハロンです。 YouTube でご覧いただいている皆さん、グラシアスアミーゴース。ポッドキャストで聞いているみんなもグラシアスアミーゴース。まだチャンネル登録してないそこのアミーゴースは、今すぐチャンネル登録して俺とアミーゴースということでよろしくお願いいたします。まずは宣伝だ。このチャンネルのチャンネル登録ぜひよろしくお願いするぜ。ツイッターもあるんだ俺は実は、概要欄見てくれ。ツイッターアカウントあるぞ。フォローしとこう。フォローしていて、フォローすれば、フォローするときフォローしやんよ、ね、ほんでもって、もう一つパハロンの家の話っていう YouTube チャンネルあるんでね、そちらの方はいぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。ということで今日はというか、今日もノアのお話でございますが、今日からですね、アップしていく動画は後楽園3連戦2月のね、9、10、11後楽園3連戦があるんですけど、そちらのお話が続いてアップされていくと思います。はい、で今回はその3連戦に関わる、結構ね面白い試みをやっている部分になるので、ここをねちょっと取り上げて動画にしてみたいなというふうに思ってますので、よろしくお願いいたします。はい、それは何かというとですね、ノアザシネマティックモードライブというのをね、この3連戦で仕掛けてきました。はい、一体これが何なのかという説明をねしながら、内容をね考えるというかね、思ったことを話していきたいなというふうには思っております。ということで、ウェブサイトの説明を皆さんと確認してみたいと思います。はい、プロレスリングノアにとって団体初となる後楽園ホール3連戦ですが、会場でご観戦のお客様はもちろん、現在のコロナ禍も鑑みて、ご自宅や出先で生中継にてご覧いただくお客様にも一味違った体験をしていただくために、大会を中継するアベマレスユニバースのご協力をいただき、以下のようなさまざまな演出を導入した限定テレビマッチ演出、ノアザシネマティックモードライブでお届けいたしますと。中でも日本初の試みとなる高画質カメラだけを使用しての中継は世界のプロレス界初めての試み、まるで映画のような限定特別映像でテレビマッチ風の演出を施した熱い試合をお届けいたします。大会当日は激闘激戦だけでなく、会場を彩る演出中継にもご注目くださいということになっております。はい、でこのノアザシネマティックモードライブでお届けするということで、見てるこっち側はね別に 何かする必要はないんであれなんですけど、はい、これ何かと言いますとですね、その高画質カメラというものがありまして、アベマの中継をねご覧いただいている皆さんはお分かりかと思うんですけれども、こうアベマの中継を見てると通常の映像から切り替わった時にちょっとね画質が全然違うあの映像が出てくると思うんですよ。はい、これが高画質カメラ、シネマティックカメラと言ってもいいのかなというところでございますが、はい、ちょっと背景ボケとかもねして選手がより強調されて、色のねコントラストもちょっと違うような映像の瞬間ね、あと例えばですね、そうですね、煽り VTR とかにはよく使われてる映像にはなるかなと思いますけれども、そういうカメラがあるんですけれども、それを使って全部放送しますねってことなんですよ。はい、これがね楽しみなんですけど、本当大丈夫なのかなっていう不安定もちょっと僕の中にあります。それに関してはちょっと後でね、話していきたいなというふうには思いますので、はい、皆さんねぜひね待っててほしいんですけれども、その前にじゃあ放送配信情報いきましょうかね。はい、ということで、2月9日アベマにて生配信でございます。そして2月10日と2月11日はレッスルユニバースにて生配信でございますので、初日のアベマは無料です。で2月10日と11日はレッスルユニバースで、2月10日に船木正勝 VS 望月正明のナショナル戦ですね、ベルト戦あります。はい、なのでやっぱりねアベマで試しに見てもらって興味が湧いたらこのレッスルユニバースに入って10日11日も見てねっ
ていうのが、まあ、今回の戦略なのかなというような感じがしてきてますね。はい、いやーこれね、そしてしかもね、解説的にはね、解説席にはですね、3日とも斉藤章人選手が登場予定でございます。はい、いや斉藤選手の解説はね、非常にですね、ワードセンスが秀逸でですね、解説がもうなんていうんですかね、こう詩吟というか、まあ、詩を聞いてるようなね、ポエムを聞いてるような時もありますし、これいい意味でよ、いい意味でね、なんていうかね、ドラマティックな選手の思いを代弁するような場合もあるし、まあ、技術論よりもどちらかというと気持ちの部分ですねを重視した解説、しかも非常に落ち着いたトーンで淡々と話されるので、なんかね、岩に染み入る蝉の声みたいな感じでね、聞こえてくるんですよ伝わってくるものがねすごくありますので、これ3日ともね斉藤選手が解説してくれたらですね、いやーなんかこういいですね、こう大人のプロレス中継見てるみたいな感じがして、いやーもうお酒ね、普段はこうねビールとか焼酎飲んでる、まあ大人がね、なんかこうこの日だけはなぜかこうワインとかねウイスキーをシングルとかダブルとかでねちびちびやりながらねこう やるとね、なんかこう大人のプロレス中継感がね出てすごくいいのかななんて思ったりもしますけどまあ別に何でもいいですよ飲むお酒は何でもいいんですけどね、はい、まあそういうね楽しみな3日間が待ってますよ。はい、そして、まあ、先ほどもね言いましたけど、テレビマッチ演出というものがありますね。でこのテレビマッチ演出って何ですかっていうことなんですけど、ビッグマッチ仕様の会場照明でやるっていうことみたいでございます。後楽園ホールに常設されている LED 活用、LED 照明をフル活用するだけではなく、北側ひな壇左右にも照明を設置すると。で、大会場でのビッグマッチに引けを取らない演出でやりますよと。いうことみたいでございます、まあ、これはね、なんでこんなことやるかっていうとですね、そのシネマティックカメラの弱点だと思うんですよ。シネマティックカメラね、おそらくね暗所に弱いですね。暗いところに弱い、暗いところでしかも動くものに対応するのに弱いんだと思います。はい、フレームレートの問題とかね、いろいろあるんだと思いますが、まあ、以前もねちょいちょいあったんですけど、ピントがね、暗いところでねピントがね追い切れないとかね結構あるんですよ。で、ピントの合うスピードが遅くなるとかね、そういうのがあるので、おそらく照明を増設することによってそういうことがないように対策を試みているということなんじゃないかなというふうに、まあ、個人的には思っています。はい、まあ、前のアベマの放送とか見てる感じだと、よくピントを外すし、あとはその暗いところになった時に色温度って、まあ、言ったりするんですけど、色がね結構カラーリングが変わったりもしやすいものだったんで、だからそれとの対抗のためにこの演出照明をね設置するんではないかなというふうには個人的に思ってます。はい、で、これによってね注意点がねちょっと出てきちゃいました。はい、当演出による機材設置の事情によりましてですね、北側の G 列、H 列、I 列、J 列の1番から12番、25番から36番をプレイガイドでご購入のお客様にはお席の変更移動をお願いすることになります。はい、入場口または会場スタッフにお声掛けくださいということで、まあ、この北側の方のね該当する席を買ってらっしゃる方にはぜひ気をつけていただきたいし、お友達とかにもねこういう方がいらっしゃればこういうことになるよっていうのは言っていただきたいですね。皆さん伝えていただきたいなと、この動画をもし見られた方がいらっしゃったらね。はい、なのでここがすごく注意ポイントになってますんで気をつけてください。はい、でご購入のお客様にはご迷惑をおかけしますことをお詫び申し上げるとともに、何卒ご理解のほどよろしくお願い申し上げますということでございます。というのが、まあ、このね、ノアザシネマティックモードライブということになっておりますので、まあ、僕はね配信組ですから、まあ、これ非常にこの3日間を楽しみに、まあ、過ごしていこうかなというところなんでございますよね。はい、で、まあ、その懸念点としては、これを全部その高画質カメラだけを使用してやるっていうことなんですけど、まあ、もちろんねテスト配信とか当然やってるだろうし大丈夫だとは思うんですけど、やっぱ本当に大丈夫ですかという気持ちが泣きにしもあらず
まあ、さっき言ったそのピントをよく外してたので、このカメラですね。なので、照明を配置してそのねピントを外すことをなくすとか、色温度が下がってしまうことをなくすとかっていう対応なんでしょうけどね。はい、だからそこがね懸念点かなみたいなねいうところでございますね。で、あとはまあアベマのこの3日間どうなのか分かんないですけど、そのアベマ放送の時って結構あのリング映像がね良くなるのもすごくいいことなんですけど、あの音っていうのの方が僕は結構大事なんじゃないかなって個人的には思ってて、アベマ放送の時とかはリング上の音も結構フォーカスした放送になってるんで、そのノア特有の打撃音とかがねもうバシバシ伝わるようなね痛みも感じるような感じで伝わってくるんですよ。だけど最近のレッスルユニバース配信を見てると、そのボリュームリング上の音を取るマイクがないのか何なのかよくわからないんですけど、あとはボリュームバランスの調整なのかどうなのかわかりませんけど、やっぱ解説席フォーカスなんですよ音がねになっているので、これしょうがないのかもしれないですけど、なっているのでリング上の音の方がねちょっとね伝わってきにくいかなと、アベマ放送に比べたときに。まあ今回配信機材全く一緒だったら3日間とも同じだろうからまああれなんですけど、っていうのをねちょっと感じてます、レッスルユニバース配信の時。はい、なので、リング上の音にもねフォーカスしてもらいたいなーというのは、せっかくいい画質でねやるんだったら当然いい音質でもやっちゃった方が、配信まさしくノアザシネマティックモードライブ配信体験をするには非常にね重要なポイントなのかなというふうには思っています。はい、でかつこの3連戦なんですけど、こういう試みをねするの初めてなんですよ。でも逆に言うとね、こういう試みをねできるのがね素晴らしいなと僕は正直思ってますけど、新しい配信側がねこういう新しいカメラを突っ込んで、あのこういう演出でとかっていうのをねどんどんチャレンジングしていってるのはね、めちゃめちゃね絶対今後につながると思うからすげえいいなとは思ってるんですけれども、じゃ あの配信だけ見てればいいかっていうと、これはまた違うと思うんですよ。新しい試みをねこの3連戦でやるってことなんで、当然会場に行った方がいいわけなんですよね。会場で体験して配信でもまた別の体験ができる。これだから一つの興行が二度おいしいみたいな、やめられない止まらないかっぱえびせんみたいなことになってきますから、はい、ね、カールはチーズ味よりも薄味の方が好きかなとかね、サクサクで食べるよりも若干しけらして食べた方が僕は好みだなとかね、そういうことになってくるんでまあぜひねこの3日間ね、だから行ける人はねやっぱ会場行った方が僕はいいと思いますね。新しい試みをするときほど会場に行くっていう重要度は僕は上がると思います。はい、なのでぜひねご予定が合う方、ね、お財布の状況が許せる方はですね、会場でノアザシネマティックモードライブを楽しんでいただければというところでございますね。はい、まあこのテレビマッチ演出以外にも何かあったりするんのかもしれませんしね、この3日間でね。いやー楽しみですね。こういうね配信側も新しいチャレンジができるっていうのはねいいですね。ぜひね、あのレッスルユニバースにはほんとさっき言ったみたいな感じなんですけど、この、まあ、高画質カメラでね照明を増設して高画質カメラでうまくいくかどうかは、まあ、僕は知りませんけどまあもうきっとテストもたくさんやられてるでしょうし全然問題ないとは思うんですけど、やっぱりね音がね大事だと思うので、音の方もなんとかシネマティックマイクそんなもんねえかシネマティックマイクとかを導入してですねそれからなんか音をねやっぱ重視したのは、やっぱ音が伝わればねみんな会場行きたくなるんじゃないか。まあ誇張しすぎるのも良くないのは当然、誇張しすぎるってこともないんですけど、アベマ放送の時の方がリング上の音がねいい気が僕は個人的にしてまして、まあ皆さんこの辺どう感じてらっしゃるかあれなんですけど、なのでまあ、解説もね大切なんですけど、そのリング上との音のねバランスなのか、そのリング上の音を拾うマイクが足りてる足りてないなのかよく分かりませんが、まあ、ぜひ音の方もねフォーカスしてもらえたらなというふうに思います。せっかくのねこういう新しい試みをするんであれば、ただまあ
こう見てる感じ高画質カメラね、安定感があんまりなさそうなんで本当大丈夫なのかなっていう感じはまあせんでもないですけど、まあでもはい、もうぜひね楽しみにこの3日間ね配信を見させていただければなというところでございます。はい、まあ、ぜひ楽しんでいきたいなというところでございますので、皆さんもぜひ配信楽しんでいきましょう。そんなアベマもレッスルユニバースも配信楽しみだけど、オッパハロンとお前の YouTube 配信も楽しみなんだぜっていうそこのあなた、パーロン応援しちゃうぜっていうそこのあなたは概要欄見ていただければ分かりますけれども、月1300円のスパチャ価格でメンバーの募集とかやっちゃってんで、ぜひメンバーになってみてください。はい、ほんでもって Twitter アカウントのフォローもよろしくお願いいたします。ほんでもってもう一つね、パハロンの家の話という YouTube チャンネルもあるんで、ぜひそちらの方のチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それでは皆さん、また次回お会いしましょう。セニョスアミーゴスホーミーズ、クソ野郎ども、俺たちは PJLL だ。